2018年3月19日13時、9回ここだけの話、1214、特集、サンスポ記者の9回ここだけの話。18日の阪神戦で6回無失点と好投した中日の G、拡大。中日期待の新外国人ディロン G 投手、31、イコール全ツインズイコールが18日に行われた阪神とのオープン戦、名古屋ドーム、で6回3安打無失点、7奪三振、無4球と結果を残した。自分のスタイルはストライクを多く投げ込むことと、ボールを揺らして打者のバランスを崩すことだ。やりたいことができたよ。大リーグ通算51勝で、2014年のメッツ時代には、開幕投手も務めた実績に偽りはないことを証明し、笑みを浮かべて胸を張った。松坂大輔投手、37、はメッツ時代の同僚。松坂フィーバー一色だったため、G が大きく報道されることはなかったが、北谷キャンプを視察していた他球団のスコアラーは、低めにコントロールできる制球力は、最近日本に来た外国人投手の中ではトップだろう、と驚いていた。投手と野手の違いはあるが、昨季のゲレーロ、現巨人、とダブル。春季キャンプで柵越えを連発、オープン戦でも打ちまくった。開幕直後は日本の投手の配球に苦しんだものの、終わってみればセリーグ本塁打王、35本。残留を前提とした契約交渉で折り合わず、巨人に、強奪、されてしまった。この時、森監督はこう吐き捨てた。交渉ごとだから仕方ない。ただ言えるのは、私の、外国人選手を、見る目は正しかったということ。これまで中日の新外国人等。手はキューバ、ドミニカ共和国など中南米出身の人材が中心だったが、G は米テキサス生まれ。新たに北米ルートを開拓した。最終的にリストアップした中から G 獲得にゴーサインを出したのは編成の実権も握る森監督だ。年俸は1億2000万円プラス出来高。ゲレーロと共通するのは1年契約。球団首脳の一人は、来年の契約のことは考えていない。今年1年、彼には活躍してもらって低迷しているチームの救世主となってもらいたい。ゲレーロに負けないぐらいの数字を期待している、三木健二、今、あなたにおすすめ。